はい、今日は、私の家の前にあるアメリカ発のコーワーキングスペース WeWork 審査の方にちょっと来てみました。そうですね、こういう感じになっててですね、ここで本来はチェックインの方をして、結構厳しい、何のために何時に目的に来ましたかっていうのをちょっとやるような感じですね。でこちらが、オフラインの方の、ラウンジですね。こちらの方が、電話ブースの方になってですね、はい、今日は人はあまりいないような感じです。こういう感じになっております。こちらの方が、セルフカウンターっていう感じで、コーヒーなどを自由に飲むことができる感じです。こちらの方は一応ビールなんですけれども、おそらく、コロナの影響で、今はちょっとクローズになっています。こちらの方は、アイスであったりホットのアメリカノのマシーンというか、これもできてるやつなんですけど、います。で私は今日こちらの方のマシーンの方の、ラテの方をちょっと飲んでみたいと思います。こちらの方のラテは結構、美味しいのかなと思っている感じですね。はい、でそれでできたものがこちらですね。タッマンヌンインジェ出家茶ジュースイスゴヤ、あなたの業界にぴったりの人材をすぐに会うことができるという感じでした。ということで、今日は審査のリーワークの方から、どういう感じになっているのかっていうのの動画の方を共有してみたいと思います。こちらの方も撮ってみたいので、はい、こういう感じになっております。あちらのお客さんはよく私の見かける方だと思いますが、誰でしょう。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。はい、こちらは審査駅の方にある、WeWork ですね。位置的にはそうですね、審査の、バス停の目の前にあるので、結構非常に、行きやすいんじゃないのかなというふうに思います。